東京小笠原諸島で新たな島が発見されました。皆さんこんにちは、ネックス工業の未来です。本日もご視聴いただきありがとうございます。動画が良ければいいね、チャンネル登録をお願いいたします。今回のテーマは新たな島出現です。新たな島の出現場所は東京都心から南に 1,080km も離れた位置です。大都会東京から 1,080km も離れた小笠原諸島は、日本本土では見られない大自然が広がる観光スポットとしても大変人気の場所です。そんな人気の観光スポットで新しく誕生した島とは何とも興味が湧きますね。新しい島とはどのような島なのか、新しい島はどうやってできたのかなど、皆さんが感じる疑問を解決できる情報をまとめてみました。今回は気象庁などから入手した最新情報をもとに動画を進めていきたいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。新しい島が誕生した硫黄島についてフォーカスしていきます。硫黄島とは日本の南方にある火山島で、太平洋戦争中には日米両軍が激しい戦闘を繰り広げた場所でも有名です。硫黄島の面積は約30平方キロメートルで、東西方向に8キロメートル、南北方向に4キロメートルという大きさです。最高地点はすり鉢山と呼ばれる標高169メートルの火山です。火山活動によって形成された島で、島の地下にはマグマが存在しています。硫黄島という名前の由来は、島のあちこちから噴出する硫黄の匂いです。1945年2月から3月に約36日間、日本軍とアメリカ軍が地上戦を繰り広げました。その激しい戦いは映画化されており、現在も人々に幅広く認知されています。そして硫黄島は隆起が世界一早い島としても有名です。隆起とは、地球の表面にある地層や岩石が地殻変動や火山活動などの力によって上方に動く現象です。隆起によって山や高原などの地形が形成されたり、海岸線が変化したりします。そして硫黄島ではこの隆起の速度が世界一とされています。そのスピードは脅威の年間1メートル以上にもなります。東京大学地震研究所は、世界で最も隆起速度が速いカルデラ火山として紹介しているほどです。地震大国日本を象徴するような島ですね。硫黄島沖の新しい島はどのように噴火して隆起したのか、その詳細に迫っていきます。東京大学地震研究所の観測によると、専門家は海水と高温のマグマに直接触れることで発生するマグマ水蒸気爆発という見解を示しています。マグマ水蒸気爆発とは、高温のマグマが海水と反応して大量の水蒸気が発生し、大爆発を引き起こす現象です。この水蒸気爆発は非常に危険な状態なのです。例えば揚げ物を調理中に油に火がついた場合、火を消そうと水をかけると水蒸気爆発が起こり、発火した油が大きく飛散するため、火傷を負ったり火災が拡大する恐れなどがあります。実際の火山と調理の油は異なりますが、先ほどの例もれっきとした水蒸気爆発です。この水蒸気爆発が火山や大自然の中で発生していると考えると背筋が凍りますね。しかしこの現象がない限り、新しい大陸などは現れません。地球は生きていると感じる場所かもしれません。誕生した新しい島はどのような特徴があるのでしょうか。現在報じられている情報をまとめていきます。噴火直後に東京大学地震研究所が観測した情報によれば、直径100メートルほどの丸い形が形成されていることが確認されました。また数分おきにコックステールジェットを伴うマグマ水蒸気爆発が確認されたとしています。コックステールジェットは火山専門用語で、2つの単語が組み合わさってできており、コックステールは画像右側のオス鳥の尻尾のような噴火形状を意味します。オス鳥の尻尾のような噴火形状で、白や灰色のモクモクとした噴煙がキノコ雲となって上がっている状況を示します。ジェットは噴煙、噴出しているという意味です。すなわち新しい島のコックステールジェット噴火は、キノコ状噴火に比べて煙がかなり速い初速度で打ち上げられているということになります。かなり激しい噴火活動をしていることがわかります。さらに噴煙は
黒色の土砂を含んだ水の柱が数十秒から数分間隔で数十メートルから100メートルほどの高さまで上がっていると報道されています。ものすごい威力です。大自然の秘めたパワーはすごいですね。最後に気になる新島はどうなるのかにフォーカスしていきます。新島の継続する噴火により気象庁は11月9日噴き出した岩石が積もり300メートルほどの陸地ができているのが確認されたと発表しています。その噴火頻度に関しては約数分おきに噴火と報道されています。東京大学の前野深志准教授はマグマが地下で断続的に上昇している証拠だとコメントをしており、かなり間隔が短く頻繁に噴火している様子です。実際現地を訪れた記者は新島を観察した25分の間爆発は少なくとも7回あったとコメントを残しています。新島の周囲には白い水蒸気が立ち込め、周辺の海水は濁った緑色に変色していて噴石が海面を漂う様子が確認できます。もともと硫黄島は水深200メートル以深からそびえる直径40キロメートル以上の火山帯の頂上部に位置します。そして素面岩質安山岩を多く含みます。素面岩質安山岩とは火山活動によって噴出した溶岩が冷えて固まった岩石の一種です。安山岩という名前ですが、実際には安山岩よりもケイ素の含有量が少なく玄武岩に近い組成を持っています。特徴は表面がザラザラしていることです。溶岩が冷えるときに水蒸気やガスが気泡として抜け出し、その跡が残ったためです。素面岩質安山岩は日本では北海道や東北地方の火山でよく見かけます。風化や浸食に弱く、やがて土壌に変わっていきます。島の各地に隆起と地熱地域があり、島の隆起が継続しています。北東岩の近くに活動の盛んな部分があり、海水は変色し隆起臭が強くなります。東北東約1500メートルと約1850メートルにも海底隆起口があり、重力・地磁気の調査から山体内部が高温で中心部に高密度物質があることが判明しています。海底隆起口とは海底の近くにある亀裂から噴出する熱水のことです。この熱水は地下のマグマによって加熱された海水で、硫黄や金属などの物質が含まれています。さらに山頂部の隆起と放熱が続いていることも考え合わせると、マグマの供給が続いていると推測されます。このような現在の噴火状況を加味して、前野准教授はこの場所では過去にも噴火が起きているが、マグマが関与して島を形成するほど噴火活動が活発になったのは久しぶりだ。今月に入っても島が拡大しているという情報もある。噴火が続く限り島はさらに大きくなる可能性があるとコメントしています。一方、気象庁の担当者は噴火の規模が小さくなった、陸地の岩石は波によって流されやすく陸地として長く残らない可能性があるとコメントしています。前野准教授と気象庁担当者の意見が反対になりましたが、いずれにせよ日本にとって貴重な海底資源の場所、地球の鼓動を感じる場所であることには違いありません。この島の火山活動を温かく見守っていきたいですね。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると幸いです。そしてこの動画が良かったらグッド評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんの応援が励みになります。また X と LINE でも発信をしております。リンクは動画の概要欄に貼っています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。